よう。うん。おはよう。はい、おはよう。明日の挨拶。うん、おはよう。うん、うん。うん。ようね。めえめえ。うん。わわん。うん。ほら、アピちゃんはもうご飯食べたのね。うん。うん。うん、おはよう。うん。うん、はい、今日は2023年11月の、うん、あ、11月の4日土曜日。3連休の真ん中ね。うん、昨日文化なので、今日土曜日。うん。ふにゅふにゅ。うん、はいはい。はい、そして、返事だけしてたけど、くーちゃん、くーちゃんおはよう。うん、何よラッペ、ご飯食べてればいいじゃん。うん、はい、くーちゃん、くーちゃん、いい、くーちゃん、いい、くーちゃん、いい、くーちゃん、うんうん、うんうん。うん、書いてた。うん、おい。うん、おい。うん。ラビ、もうウミガメ飽きたのね。うん。うん。はい。う、あ。うん。クータン、おはよう。おはよう、クータロー。くーちゃん、もう、錦鯉が宙に浮いてる。あ、で、そこにコングがあんの。あ、そこな、うん、今回はここに2匹並べたんだ。サバとタイ。うん。起きる？うん、よいしょ。くちばしをね、あそこでね、うん。で、よいしょ。お、ぶにゃんぶにゃんぶにゃん。よ、よいしょ、よいしょ。危ない、ぶにゃん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 。はい、起きました。起きました。くーちゃん、おはよう。起きたらすぐ、隠してあったご飯。朝食ね、食べる食、食べ物の食と書いて朝食。カラスはね、朝食と言って食べるものをね隠しとくんだよね、習性があります。朝起きたらまずは隠しといた朝食を食べて、うん、まだ隠したったっけ、探してる。どっかになかったかな。あ、口に羽毛がついちゃった。もうないの？痛いよラビー。ラビーが今膝をガンガンつついて。うん。もうないの、こうちゃん朝食。昨日さ、お芋あげたじゃん、新しいやつ。あれ、あ、もうお芋がだいぶ食べちゃったんだ。はいよ、枕にしてたのかな。もう取れないね、お芋ね。うん、なんですかかな、ぴったん、うん、ラビー、ふにゅふにゅ。ラビーはこれ食べてないからさ。うん。これ、
うん、食べないんでしょ。うん、こういもさ、こいちゃんにあげていい？うん、ちょっとお芋ちょうだい。うん、あ、こいちゃんラビからお芋もらったよ。うん、うん、そっち向いちゃうとさ、顔が見れないな。こいちゃんこっち向いてよ。後ろ姿になっちゃった。くーちゃん仰向けで寝て起きる時もね、あんな感じ、足が弱いので。あとね、くーちゃんはおばねが全く動きません。なのでここがね、ガシャガシャになっちゃうよね。しょうがないよね。チビの時は一緒にね、私が仰向けにしてあげて、起きる時も起こしてあげてたから、羽も今より全然綺麗だったんだけど、今は自分でね、寝るようになったので。ねえくーちゃん、まあ、それはしょうがないよね。わあ、危ない危ない危ない。よいしょ。3歳ぐらいまでずっと一緒に寝てたっけね、くーちゃんね。隣に寝かして仰向けにね。で、足がちょっとしっかりしてきたので、立ったままね、ちょっと寝れるようになったから、夏の暑い時とか一緒に仰向けになって寝てると暑いんでね、まあ、夏とかはもう一人で寝れるようになったから、足がしっかりしてきて、で、このね、寝室を用意してあげたら、なんと自分でね、仰向けになることを開発したんだよね、くーちゃんね。ね。で、起きるのも上手になったよね。ああやってあの、くちばしでキープして、で、足の反動をよいしょよいしょって感じで起き上がるのをだんだん上手になってきてる。だから不自由な体なりにいろいろ工夫してね、日々ね。まあこんな感じで朝起きたら、この朝食のお芋をこれ後で取らないよ。ダメだ。で、うん、ラビちゃんは見て、こうやって足ちょこんって。うん、あ、まったりちゃんね。うん、とりあえず朝はラビちゃんにご飯とお水をあげて、うん、ラビは食べて、ラビの方が早起きだからね。で、くーちゃんはこんな感じで朝食を起きたらチビチビ食べてくれてるので、この状態でみんな他の鳥さんたちのお世話を、ご飯とお掃除ね、して、で、その後にくーちゃんゲージから出してあげてご飯食べます。いや、もうあの朝のルーティンなので慣れたもんだよね。もう起きたらすぐ朝食。これ結構雨が降ってる日とか天気が悪いと結構お昼近くまで寝てたりするよね、仰向けのまま。というわけで、キレキレしてあげたいけど怒るよね。逆光だし。で、ここをつくから、ほら、おばねがね、みんな折れちゃうんだよね、新しい羽根でね。このパンツを、よいしょよいしょ、くじゃ足弱いくてヨロヨロするので、おパンツ履いてた方がこのおパンツがね、ちょっと補助って感じになるので、
夜寝るときはおパンツ、お昼ぐらいまで着ててもらって、うん、隠したの、もうお芋はいいのか隠し方かわいい前はもうずっとおパンツ履いてたんだけど、お、まだ食べんの？今はお昼から夜寝るまではノーパンタイムでね、過ごしてもらってます。で、本当は着てた方がこう支えになるから楽なんだろうけど、まあ水浴びしたりとかもするのでね、くーちゃん、うん、くーちゃんにちょっとご飯、ラブちゃんのくーちゃんご飯、くーちゃんはちゃんとこうやってご飯をつまむでしょ？そしたらちゃんと餌だけ、ほら絶対指とかに当たらないようにそーっとくちばしで餌だけつまんで持ってってくれるから安心してこうやって差し出せるけど、ののちゃんとかは手ごとガブガブってくる感じ。これも個体差があるよねなんかちょっと丁寧なことを、なんかざっくりな感じと、くーちゃんは結構神経質というか几帳面というか、まあ、このお部屋のレイアウト見てもね、ほら魚さんね、あそこに綺麗にこれ、くーちゃんがね自分でレイアウトしてるんでね、一応このお布団だけは朝この粉粉がね、新しい羽が今いっぱい生えてきてるので、この辺とか、うん、このおばねもそうだけど、とこのさや粉粉がいっぱいあるので、これをはたいて、でまたここに戻しとくんだけど、あのお魚とかのレイアウトはくーちゃんが、この辺はくーちゃんにお任せしてますね、くーたろ。はい、というわけで今日もこれからみんなのお世話して、今ちょっと洗濯機回してるからねゾウさん、ゾウさんここに来た、おもちゃここにまとめるんだね。で、お芋はあそこに隠したみたいもういいのかな、ちょっとペレットも食べたもんね。はい、というわけで、えらべちゃん、えらべちゃんはもうちょっと足口あまたれちゃうね。というわけで、本日もいい日になりますように。ね、眠くなっちゃったの、ラビ、またなんか寝ちゃい、あ、寝ちゃうんだもんはい、ではでは、またねー。